どうも達人チャンネルへようこそ。達人でございます。本日は筋肉マンマッスルショット行ってみましょう。マッスルショットパチッと。はい、本日これはマッスルショット選抜総選挙開催ということでございます。はい、今回この筋肉マンマッスルショットの各属性から好きな超人を選んで投票しようということでございます。で、まあ見ていきましょう。もうね、投票期間は終了しておりますけれども、ガチャ、これは8月中旬頃を予定しているということでございます。結果の方ちょっと見ていきたいと思います。はい、ということで今回ね、こちら闇属性、光属性、火属性、水属性、木属性と、こちらね、5つの属性の中から、いよいよ発表となりました。まずはこの闇属性から見ていきたいと思います。はい、まず、まあこれね、15位まで表示されております。で、今回も見ていきますと、闇属性に関しては、やはり 0.29、やっぱりシルバーマンとかね、強いところでございます。それから、このマリポーサ、それから、悪魔将軍だったりね、このやっぱり 0.29 のキャラが、上位ということでございます。まあ、個人的にはね、ジャクリンマッスルが上でも、もうちょっと上でもよかったのかなっていうところもあるし、おそらくこれね、3位ぐらいですね。おそらく3位、悪魔将軍ぐらいまでが、そのガチャの対象キャラ。ということでございます。それはまあ何が当たってもね、いいのかなっていうところもありますけどもね。まあできたらやっぱり持ってない私のシルバーマンなんかね、欲しいんで、闇属性に関してはね、今回まあシルバーマン1位でもね、いいのかなと思います。はい、じゃあ続いて、光属性行ってみたいと思います。はい、ここはこの光属性でございます。やはり光属性はゴールドマンでございましたね。まあ見ていくとやっぱりケンタマンかな。あとこのコルノボリの筋肉マン。この辺なんかやっぱりね、強いんだよなぁ。あとは 0.29 のキャラたち、でございます。まあ、この辺はまあまあまあでしょうなっていうところもあるし、まあ、下の方に行くとね、なるほど、なるほど、なるほどっていうような、感じだなと思います。で、まあ、やっぱりこの私もね、このゴールデンウィークというか、このね、こいのぼりはね、なかなか、まあ、まさか機会なかったんで、まあ、もしここで、ゲットできれば、ちょっと光属性に関してはちょっと、いいなと。この3体はね、守ってないんで、この辺の光属性、ちょっと期間はね、回したいと思います。はい、それではね、火属性、見ていきたいと思います。はい、火属性、やはり、万能ウォーズマンでございます。それから、この、当たり兄さんだよな、この辺もちょっと欲しいところでございます。それから、やはり、筋肉マンだったり、まあ、見てきて、やっぱりね、持ってるけど持ってなかったりとかね、やっぱり使える、これだよな、火属性の超人がやっぱり多いよね。まあ、結構持ってない超人もおるんだけど、やっぱさ、上位に食い込んでくるとなると、やはり、あ、これはちょっと欲しいな、という感じの超人もいます。ただ、この辺の火属性なんか見ていくと、私、まあ、当たり兄さん、あとはこの、ミカさんのビビンもなんかね、この辺欲しいなって思うんだけど、おそらくこの3位まで決まってるんで、まあ、火属性だったら、この当たり兄さんをちょっとね、押していきたいというところでございます。はい、じゃあ続いて、水属性見ていきたいと思います。はい、まあ、水属性はやはり、忍者でございますね。まあ、忍者は私も持っているんですけれども、ネメシスとか、やっぱりウェディングビビンバ、この辺は、まだないんで、ちょっと欲しいなっていうとこもあるんだけど、まあ、ちょっとこの順位からいくと、おそらくネメシス、ビビンバと、この辺でございます。まあ、0.29 のね、ブロッケンジュニアのカーもね、結構、上位にね、ランクインしてる状況でございます。まあ、下行くと、まあ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 、絆覚醒ができたり、する超人だったりとか、新しい超人もおるんでね、まあ、前回のね、こちら総選挙だと若干変わってね、ちょっとまあ、新超人が増えて、まあ、るっていう部分もあるんで、まあ、水属性に関しては多分みんな欲しいのはやっぱ忍者だと思います。忍者はやっぱ使い勝手がいいですし、もう結構かなり強いですからね。まあ、水はやっぱりビビンバか、ネメシス、この辺ですよね。はい、それじゃあ、木属性見ていきたいと思います。やはり木属性1位となってきたのが、やはり、ボンゴルマンでございますね。0.29 のキャラでございます。まあ、見ていくとさ、やっぱり、モンゴルマン強いよな。シルバーマンも強い。で、まあ結構ね、コロシアムでも使える2人なんで、まあ結構ランクインも高めの状況でございます。まあこの中で見てきて、木属性は私、このグレートなんかはね、まだ持ってないんで、この辺欲しいなって思いますし、下のミート君とかね、この辺もいいなと思いますよ。ナズコさんとかね、当たるミートさんもね、もういいなと思いますよ。まあ見ていくと結構、
持ってなかったキャラなんかもおるんで、まあ、記録性に関しては、まあ、この後橋君以外だったらね、俺なんでもいいなって思いますけど、まあ、やはり、上位にランクインしてくるのは、やはり、モンゴルマンだったり、ブレイテニーっていうのを、まあ、使えるキャラということでございます。はい、でね、まあ、圧倒的に、皆さんね、望んでいたのが、このザ・ニンジャでございます。まあ、見ていきます。投票数がね、やっぱ3000でございます。3300台でございます。まあ、他を見ていくとね、だいたい1000とか2000とかね、そんなものしかないんで、やはりみんな、欲しいのは今回やっぱね、ザ・ニンジャということでございます。まあ、私も忍者持ってますけどね、忍者かなり使えますんでね、やはりこの8月中旬のこの総選挙のガチャ、激アツなところがあるんじゃないかなと思います。まあ結構ね、私も前回ですね、本当に、欲しくて欲しくて、出た、まあ、将軍、総選挙で出たわけでございますけど、やはりね、この総選挙ガチャ、激アツのガチャとなってくるんで、ちょっと今のうちにね、超人玉の方をね、貯めておきたいなと思っております。はい、ということで本日こちらマッスルショット選抜総選挙ということで、各属性で、いよいよ発表となりました。おそらくね、上位の超人が8月中旬に行われる、選抜ガチャでね、対象キャラということでね、ガチャのキャラになってくると思いますけどもね、やはりね、0.29 の超人がね、やっぱり上位に食い込んでくるということでございます。やはりね、皆さんね、欲しいキャラはね、やっぱり、ね、決まってきてんじゃないのかなと思いますけども、まあ、8月中旬までにね、ちょっとね、頑張ってね、当人玉を貯めて、こちらのね、総選挙後に挑んでみたいと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、達人チャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。